こんにちは、あたりです。今回はこちら一番くじ仮面ライダーシリーズ仮面ライダーガイム平成ライダーマシーンズ編の T 賞コレクトプレイフィギュア、こちらを5つ開封します。はい、こちらの T 賞コレクトプレイフィギュア、僕が絶賛推薦中のフィギュアルファというフィギュアシリーズが入っていまして、こちらのフィギュアルファ、仮面ライダーのフィギュアとエフェクトパーツが一緒に入っているフィギュアですね。で、これが、セブンイレブンで半額で売っていたので買ってきました。まずは前回開封した動画のダイジェストをご覧ください。どうぞ。じゃーん、なんだこれ。お、電王来た。じゃーん、ブワッブワッて言っちゃった。はい、電王2つ目。じゃーん、見えた。今見えたこれはこれはつらい。電話以外来い、電話以外来い。いきます。3、2、1、じゃん。マジかよはい、電話でした。はい、というわけで前回4つ分けで4つとも電王が出るっていう、この電王事件が起きたこのコレクトプレイフィギュアなんですけども、今回この電王が出た同じ店で買ってきたので、まず電王は出ないでしょうということで早速開封したいと思います。はい、それでは開封していきましょう。ちょっと重さを測ってみようかな。あ、これ重っ、これ重い。あ、これもちょっと重いぞ。よし、じゃあちょっと重いやつから開けていきましょうかね。それでは1個目開けましょう。よし、電王以外来い、電王以外来い、電王以外来い。いきます。3、2、1、じゃーん。あ、響さんだ。はい、1個目は響さんでしたね。この岩のパーツと木のパーツがね、取り外しができてこのジオラマを作れるわけですけども、まあこの木のパーツと岩のパーツは、まあ、どれだけ被ってもまあいいかなっていう感じなので、これは僕の中では結構当たりの方かなと思いますね。まあ、ただ響さんのフィギュアが小さいのと、ちょっとあれピントが合わないな。よいしょ。はい、響さんのフィギュアがちょっと小さいのと、まあ、裏側が塗られてないとかね、そういうところはちょっとね、まあ不満かなと思いますけど、まあこれはこれでありでしょう。それでは2個目も開けましょう。ここもね、同じぐらいの重さなので、まあ、響さんかなと思いますけどね。それじゃあ開けますか。3、2、1、でーん。あ、違った。これは、あれだ。あ、フォーゼだ。フォーゼー。はい。月のエフェクトがついてるやつですね。はい、こちらが、月のエフェクトパーツと、マシンマシグラ。はい。そして、フォーゼが乗ってますね。こちらはここから取り外しができるエフェクトパーツになってます。そして謎のポールが1本。はい、これもなんか使えるみたいですね。この曲がったジョイントを刺して、よいしょ、こういう風に、よいしょ、月を背景に使うこともできますね。はい、それでは3つ目開けましょう。よいしょ、よいしょ、はい、よいしょ、いきます。3、2、1、じゃーん。お、これはファイズだ。はい、ファイズとエフェクトパーツですね。はい、まずはエフェクトパーツ。すごい、このエフェクトパーツすごいかっこいい。そしてファイズ、おー、いいですね。このポインター、ちゃんとね、このグラデーションになってますね。はい、台座にセットしてみました。はい、こんなんですよ。これかっこいいですね。エフェクトパーツのね、このかっこよさ。はい、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 こんな感じ。それじゃあ4つ目いきます。ちょっと、3、2、1、じゃーん。おー、かぶってない、かぶってない、かぶってない、かぶと。はい、かぶとです。はい、中身はまず兜。兜めっちゃできいいな。このメタリックカラーすごいかっこいい。はい、まずは兜。そしてエフェクトパーツが2つですね。はい、
こんな感じのエフェクトパーツが2つついてます。そして、クロックアップ状態を再現している兜ですかね。なんかちょっと可愛いですね。はい、台座にセットしてみました。はい、エフェクトパーツがいい感じですね、やっぱり。はい、はいはい、クロックアップ状態の兜ですね。それでは最後5つ目開けましょう。よいしょ、いきます。3、2、1、じゃーん。おお、また出た、ファイズ。はい、5つ目もファイズでした。まあこのね、エフェクトパーツがね、もう1個手に入ったのは嬉しいですね。はい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 、では今回当たったこの5つでちょっと遊んでみましょうか。はい、まずは簡単に、響さんのこのジオラマとちょっと月を組み合わせてみました。いいっすよね、これ。この月のね、エフェクトパーツはなかなかこの汎用性があるというか、はい、使い勝手がいいですね。はい、さらに響さん、はい、めっちゃデコってみましたよ、ね、この炎のエフェクトパーツだ。今回ね、当たったエフェクトパーツがだいたい青色なので、なんかこう統一感が出ますよね。はい、そしてファイズなんですけども、そのお尻のところに、棒が刺さる部分があるので、このまっすぐの棒を使うとちょっと上向きのクリムゾンスマッシュになりますね。なのでこういう木のパーツみたいに高さの出るやつを、ね、合わせて使うとこんな感じで、はい、クリムゾンスマッシュ相打ちみたいな感じにね、できますね。はいはいはい、こんな感じにもできますよ。このフォーゼがね、若干使いづらいかなーっていう気がしますね。このエフェクトパーツあるんですけども、兜のお尻とかにつけてみようかな。はい。はい。よいしょ。はい。あ、めっちゃ邪魔だわ。このエフェクトパーツは兜と合わせたらどうなるんですかね。よいしょ。兜と合わせると、うん。ちょっと何かに使ってみようかな。はい、なんかちょっとよくわかんない感じになっちゃいましたね。はい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 、めっちゃデコろうと気合を入れていたらちょっと月が大変なことになってしまいましたね。はい。はい、ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。今回はこちらの、仮面ライダー一番くじの、T 賞コレクトプレイフィギュア5つ開封して遊んでみました。はい、どんどん増えていきますね。これまた一番くじ発売されたらまたなんかラインナップされるのかな、ちょっと楽しみではありますね。はい、また出たら買って引きたいと思ってますので、お楽しみに。それではまた次回、バイバイ。